金曜日からは日差しが戻りますが、暖かさは控えめです。東京や名古屋は水曜日以降は天気が回復してきます。ただ時々怪しい雲が登場してにわか雨の可能性があります。今日は東日本、北日本ほど傘の出番となりそうです。雨雲アラームライブや10分天気予報を活用して上手に雨をしのいでください。今日は雨ですが笑顔で元気よく行きましょう。以上、全国のお天気をお伝えしました。はい、今日はすっきりしないお天気となっています。朝から千葉幕張も雨が降ったり止んだりなんですが、皆さんの今日の気分はいかがでしょうか。体感もね、ちょっと今日は人リポートを見ると結構人によってひんやりちょうどいいと分かれていたんですが、皆さんの体感はどうですか。私はちょっと今日は寒いかなと思って、いつもより少し暖かめの上着を着てきたんですけれども、皆さんは服装などどうですか。あ、気分上々、気分上々、いいですね。ムシムシします。ちょうどいいです。はい、肌寒い、わかりました。ありがとうございます。では皆さんと一緒にね、今日も天気を追っていきたいと思います。では今日のラインナップ見ていきましょう。こちらです。1、みんなで10分天気予報。ぜひ携帯をお持ちの方は今の天気を10分天気予報で一緒に報告してください。続いて2、気圧気分カウントダウン。気圧と気分の関係を全国12エリアに分けて紹介していきます。続いて3、物干し日和全国洗濯室。今日はどこで乾くのか後ほど見ていきたいと思います。続いて4、お出かけした気分。今日はどこにお出かけしようかな。今日も皆さんと一緒にお出かけした気分で空キャンバスを使っていきたいと思います。続いて5、午後何着ていく。こちらは空ボタンで皆さんの服装をお伺いしていきたいと思います。はい、今日もこのラインナップで雨ですが12時まで元気よく行きたいと思います。今日も仕事の方は1日頑張っていきましょう。はい、では早速最初のコーナーに行きます。みんなで10分天気予報。はい、今はどのあたりでね、雨が降っているのか、まずは10分天気のマップ見ていきたいと思います。10分天気、はい、あ、九州の南部ではもうだいぶ止み始めてるんでしょうか。でも今日は広い範囲で雨マークずらーっと、一部北海道でも雨が降っているところがあるようですね。今日はでも広いエリアで雨、すっきりしないお天気です。まあね、ゴールデンウィークあれだけ晴れが続いたので、そろそろ雨が降らないと。はい、ぜひね、お時間のある方は一緒に携帯サイト10分天気予報報告していただければと思います。はい、みんなでね、空をライブしていきましょう。そして皆さんの報告がこのマップに反映されていくので、みんなでね、このマップを埋めていきましょう。はい、ではお時間ある方一緒にお願いします。私も行ってきます。はい、行ってきます。ゴーゴー。今日は傘が いりますかね。今日は傘がいるかな。
い雨が降っているんでしょうか。私が来る時間帯、早朝はそれほど雨は降ってませんでしたが、今の雨の状況はどうでしょうかね。あ、みのりさん発見。みのりさん、雨はどうでしたか。結構降ってますだそうです。よし、では外の様子を見に行きましょう。うん、折りたたみ傘の方もいる。あ、ちょっと今日はひんやりですね。やっぱり半袖だとちょっと寒いです。皆さん傘をさの出勤です。半袖は今日ひんやりですね。ポツポツです。今日はポツポツです。ちょっとね、傘がね、10分天気の報告をしたいと思います。今は雨はポツポツ程度、パラ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 かな。パラパラですね。今日は雨のせいか皆さん出勤が遅いんでしょうか。はい、たくさん人が今の時間出勤してます。雨はパラパラ程度で、でも今日はこの雨がずっと続きそうですね。しとしとした雨。でも今日はこの雨でカエルやカタツムリ発見できるかもしれませんね。そして植物たちもこの雨で潤って生き生きしてくると思います。ぜひ皆さんからもこの雨でね、楽しんでいる様子のリポートもお待ちしてます。はい、では皆さん、そろそろ10分天気予報の報告終わりましたでしょうか。帰ってきました。千葉幕張はそれほど風は強くなかったですが、ちょっとやはり今日はね、日差しがない分ひんやりとしました。今日は気温も上がらないので一日ちょっとひんやりな体感なんでしょうか。はい、では各地どうなっているのか詳しく聞いていきたいと思います。センターの小池さん、お願いします、はい、お願いします。小池さん、今日はちょっとひんやりとした体感でした。はい、そうですね、はい、やはりこれだけ雲に覆われてなおかつ雨、はい、場所によってはちょっと風も強く吹いているようなところがありますので、はい、随分体感的には肌寒い、そういったところが多そうですよね。はい、そしてかなり広い範囲で雨が降っていますね。10分天気のマップを見ると、うん、そうですね、はい、東は東北南部あたりから、西は九州も、まだポツポツとこう弱いところを含まれてますね。はい、はい、だんだんと回復してきているところはあるんですか。あ、回復で言いますと、はい、中部の愛知あたりがそれに該当するかと思いますのでちょっとお待ちください。はい、はい、10分天気マップの方でですね、ちょっと近畿の方の画面を見ていただいて、はい、はい、こちら愛知の方なんですが、
全体的にまだポツポツパラパラ、雨雲を広がっているような状況なんですが、ちょっと雨雲レーダーを重ねてみますと、はい、一つ一つの雨雲の規模は小さい感じで降り方は弱いんですね、はい、で皆さんからいただいている五感をちょっと確認してみますとこんな形になっています、はい、色の方ですけども濃いブルーの方が崩れてきそう、雨が降ってきそうというものと、白のものが現状のままそのまま天気は推移するんじゃないかなという五感、そしてポイントになるのが水色、これが雨が弱まってきそうもしくは上がりそうといった形で、全体的に雨広がっている中でも、降っているところでも小闇になりそうとかですね、だんだんとこう降りが弱いもしくは弱い程度で済みそうだそういう予感いただいてまして、こういった雨雲の西端のところ広がっているところの西の方ではちょっと弱まっているとかそういったところが読み取りますね。はい、はい、こう一旦止んでまた降ったりする可能性はあるんですか？そうですね、はい、繰り返して弱いものが強まったり弱まったりというところで目先のところはこういった愛知、三重この辺りで五感も含めてその兆候が出ているといったところが読み取れます。はい、わかりました。今日は一日ずっとひんやりした体感なんですか？うん、そうですね、はい、朝の段階から、さほど大丈夫ですか、はい暖かさがなかったので、はい、リポートから読み取る皆さん体感の方の集計結果もちょっと確認したいと思います。はい、はい、お願いします。はい、最初はそうしましたらマップの方から全体感を押さえていきましょう。はい、はい、ご覧いただいているのがですね、9時を起点としまして過去3時間分、皆さんからいただいている体感をマップにしたものなんですが、はい、全体的には白これが目立つと思うんですね、はい、ちょうどいいといった体感のところそして中にはやっぱりブルーの肌寒いとこういったのが広がっているような状況になってます、はい、特に北海道東北北部方面ですと白よりは青の肌寒いこういったところの体感が全体的に多いんじゃないかなって気がしますね。はい、はい、こんな感じになってます、はい、で具体の値の方でもちょっと確認できますので、はい、はい、例えば北海道方面になりますと、寒い、ちょうどいい、暖かいこうランクありますけども、はい、半数の方がこの朝、寒いというふうにお感じになっている、うん、ちょうどいい方が、4割といったところで寒いの方が若干上回っている感じですね、はいはい、関東の方を見ていきますと、はい、今日どうでした体感の方は朝というところ今日はちょっとひんやりかなと思ったんですが、はい、まあ、私が半袖というのもあるんだと思うんですそうですか、はいそれはひんやりしますね、はいはい、関東の方の体感になりますけども、はい、ちょっとお待ちください。はい、こちらですね、はい、関東の体感寒いといったのが 12% ちょうどいいが 78% ということになりますので、はい、長袖にちょっと羽織るものを着ていればまあなんとか肌寒さの方大丈夫かな。で、中のお蒸し物がちょっと薄かったりとか、雨がたまたまちょっと強まって降ってるようなところだと1割2割の方が寒いそう感じになってる、それが、過去3時間分の体感で読み取ります、うんうん、はい、わかりました。じゃあ今日はこのまま皆さん、まあ、ちょっと服装で調節すればちょうどいい体感になりそうですね、うん、そうですね、決して半袖では外に出ないようにしてくださいそうですね、体調崩しちゃいますね、はい、そうですね、はい、あ、小池さん、あとですね、はい、一つ質問してもいいですか？はい、あ、はい、小池さん、私ですね、はい、低気圧が近づいてくると少し眠くなったりするんですが、はい、小池さんはどうですか？そうですね、眠気に関しては特に私朝なかなかテンションが上がらずにですね気分もいまいちというところからよく始まるんですけども、はい、そんな感じですすいません答えになってないですねわかりました。じゃ私新しくなったウェザーリポート の、 はい、質問コーナーで、はい、今日は空友の皆さんに質問してみたんです。はい、小池さんもぜひ私の質問に答えてください。はい、頑張ります。どんどん振ってください、答えるように頑張ります、はい、でも真面目な話、気圧が下がってきたりしますと、はい、例えばこう頭痛をお持ちの方、持病でお持ちの方がちょっとこう、はい、よりそれ悪化したりとかですね、やっぱり何らかのこう関係があるということは、以前から
示されてますので、はい、眠くなるという方も広くお声かけていただけるとそういう方もいらっしゃると思います。はい、はい、分かりました。かけさんありがとうございます。はい、すいません。はい、やっぱりでも低気圧が近づいてくるとちょっとね頭が痛くなったり調子が悪くなる方も多いようです。私に、ね、今日空友の質問コーナーで初めて質問してみたんですが、皆さんからの答えにもうちょっと体調があまりね良くないですという答えも返ってきてました。ありがとうございます。ではこちらのリポートをご紹介していきます。千葉県から届きました。千葉県千葉市のちびまるさん、あ、なんとこたつ復活、外は雨、あまり寒くないと思ったけどだんだん足が冷えてきました。これは寒がりの母は嫌だろうと思いこたつが復活。ゴールデンウィークに暑苦しくって見るのも嫌だったこたつ布団です。足を突っ込んだら幸せ。早速にゃんこもやってきて布団の上で毛づくろいですと。かわいい。今日なんかねちょっと今日は肌寒いと思うので我慢をせずに寒かったら少しね着るなどして上手に調節して体調管理気をつけてください。今日はね猫ちゃんのリポートねなんか多いです。今日はなんか皆さんお家でまったりとしてるんでしょうか。はい、可愛らしいリポートです。では今日はちょっとすっきりしないお天気ですが、北海道ではねちらっと日の出が見えたところもありました。日の出見れなかった方多いと思いますので北海道の日の出リポートをこの後お楽しみください。
時半を回りました。引き続きソライブサンシャインお送りしていきます。はい、9時半になりました。今日はね、ちょっとすっきりしないお天気でスタートですが、火曜日頑張っていきましょう。はい、そんな今日はですね、ウェザーリポート、突然なんですがウェザーリポートね、新しくなって質問コーナーがねできました。皆さんはもう質問コーナー利用したことありますか？今日ですね、私初めて空友の皆さんに質問をしてみたんですけれども、そしたらたくさんの回答をいただきました。ありがとうございます。ありますか。それでですね、今日はね会社でですね、眠そうな方がいてなんか今日は眠いんだなって言ってたので低気圧が近づいてきてるからじゃないですか、私も眠いんですって言って、だからもしかしたら低気圧が近づいてくると眠くなる方他にもいるのかなと思って、皆さんにですね質問をしてみたんです。そしたらね、たくさんたくさんね帰ってきました、皆さんからの。でもね、逆に晴れてる日の方が眠くなると、なんかポカポカで眠たくなりますという方もいらっしゃったんですが、あとはでも雨の音を聞いてね落ち着きますという方もねさっきねいらっしゃったんです。ブルームーンさんだ。ブルームーンさんは、自分は特に眠たくなるようなことはないですが、自分雨が降ってくると心が落ち着いてリラックスできます。雨でしっとりリラックス、そんな方もいたり、あとはすごくねたくさん来てるので、あとやっぱり、頭痛とか腰が痛くなるとかは、ね、回答でありました。私頭痛はあまりないんですけれども、なんか頭がポーッとしちゃう感じですかね。はい、ぜひ皆さんもこう新しくなったウェザーリポート質問コーナーあります。なんかこうお出かけするときに、今日はちょっと遠出するからそこの天気を聞こうというときは、サラントボの皆さんにどこどこの天気今日はどうですかなんて聞いてみたりするのもいいかと思います。はい、ちょっとじゃあサイトで見てみましょうか。映るかな。はい、新しくなったウェザーリポート質問コーナーがねあります。少しお待ちください。たくさんね来てるんです。たくさんの回答いただいて本当にありがとうございます。皆さんに感謝のね、サンクスポイント返したいんですが、ちょっとポイント数が足りません。1人10ポイントまでです。また今度返したいと思います。はい、じゃあこちらみんなの質問、サンセットさんこの人がいたんだ、知らなかった。サンセットさん、はい、皆さんの質問、このここおうちマークホームですね、マイページですね、一番上のウェザーリポートを見る送るマイページ、マイページをポチッと押すと、はい、さらともに聞いてみようというのがあります。そこで、はい、さらともの皆さんに今日は質問をしてみました。質問はさらともに送ることができます。はい、いろいろと質問してコミュニケーション、あ、お花の名前とか、そうですね、なかなか見たことない、初めて見るお花とかは皆さんに聞くと意外と知ってる方がいるかもしれません。はい、あ、夏美じゅうさん、私です。皆さんがですね、たくさん答えてくださってます。ありがとうございます、本当に。
感じで、みんなの質問も回答もあのウェザーリポーターさんみんなで共有することができるので、ぜひぜひあのご覧になってください。はい、ということでした。新しくなったウェザーリポートをいろいろとね、自分 の, あの使いやすいように使っていただいて、あとはこう質問とかではなくても、なんだろう、まあ挨拶よろしくお願いします、ありがとうございますとかだけでも、はい、気持ちがなかなかね、こう自分の気持ちを伝えるところないかもしれないので、ここで感謝の気持ちを述べてみたりするのもいいかと思います。はい、ぜひね活用してみてください。では低気圧近づいてきてて、ちょっと気分も下がりがちかもしれませんが、今日の千葉は気圧気分一体何位なんでしょうか、見ていきましょう。気圧気分カウントダウン。はい、では5月もいよいよ中盤です。そろそろ5月特有のあの病気感じ始めちゃってる方もいるんじゃないでしょうか。今日はそんな気圧気分です。ではまずは11位から7位見ていきます。11位は東海、朝からなんだかイライラして元気が出ないよっていう方、ハーブを使ってリラックスしてみるなんていうのはどうでしょうか。西洋おとぎり草、バレリアン、パッションフラワー、カモミールなどには神経を沈める作用があると言われています。10位は北陸、気分が落ち着かないという北陸の方、カルシウムやビタミン C を摂取するといいですよ。サプリに頼るのもいいですが、牛乳や小魚、それに柑橘類で美味しく対策しちゃいましょう。9位は関東北部、気圧が低めなのでテンションも低くなりがちな関東北部、そんな皆さんには玉ねぎ、ニラ、シソ、レタスなど香りのある野菜でリフレッシュ、セロリもペロリと平らげてしまってください。育ってきた環境が違うので好き嫌いは否めないかもしれませんが、これらの野菜には神経をリラックスさせる効果があるんですよ。へー、8位は近畿北中部です。香りや食べ物など五感を用いて気分を保つのもいいですが、食欲を満足させたら睡眠をたっぷりとるのもこの時期の憂鬱気分にいいらしいです。某雑誌によると、今年の五月病対策のトレンドは寝ることなんだそうです。近畿北中部の皆さん、今日はやることを早いとこ終わらせてぐーぐー寝ましょう。寝ているだけで気分アップ、しかも流行の最先端ですよと今日の人ちょっと面白いなんへー、あ、でも寝ること、そうなんだ、五月病の対策、まあ、よく食べてよく寝る、ストレスをなくすのか。7位は近畿南部、ほぼ真ん中の順位には日本のほぼ真ん中近畿南部がランクイン。そんな近畿南部の皆さんにぴったりな気力アップ法はズバリ規則正しい生活です。きっちり寝る、きっちり起きる、きっちり食べる、きっちり笑う、これで健全なテンションがきっちりどんどんアップしていきましょう。では続いて6位から2位です。6位は東北北部、高気圧が少し頑張ってくれるのでこの順位です。6位、可もなく不可もなくっていうのが1かもしれませんが、案外心地いいですよ。今日は頑張るのは高気圧にお任せして、東北北部の皆さんは頑張りすぎず焦らず気楽にいきましょう。5位は東北南部、東北南部も高気圧が頑張ってくれるので5位入賞。この時期気分転換に誰かと会話するのもいいらしいですよ。友達に電話とかかけてみるのもいいですし、サラマドトワイライトの目玉スコールに応募して、チェちゃんやジオンちゃん、アリサちゃんに元気をもらうのもいいかもしれませんね。ぜひぜひ皆さんも目玉スコール登録してみてください。すごくね、朝から元気に起きれると思います。続いて4位は中国、
今日は低気圧の中心がちょっと離れていきます。もしかしてちょっと気分が上がってきたかなと思った中国エリアのあなた、その勢いで新たな目標を探してみましょう。興味のあることを勉強してみたり、企画にチャレンジすることで毎日の生活が生き生きしていきますよ。3位は九州。九州エリアも低気圧が離れていくので気圧気分アップ。そして元気さをもっともっと取り戻すためには小さな目標を立ててみるのもいいみたいです。例えば今日から3日間で1冊本を読むとか。はい、皆さんは本読みますか？おすすめの本ありますでしょうか？皆さん何か本読みますか？私はね、小説とかは読まないです。いろいろなんかちょっと違う、読み書きが大量。おー、はい、私もじゃあ頑張って本読みたいと思います。じゃあ続いて2位です。2位は北海道。2位には昨日の1位からワンランクダウン、北海道が入りました。そうそう、無気力回避、テンションアップの有効な対策といえばスポーツがあります。昨日はワールドカップサッカーの日本代表選手が発表されましたよね。監督の岡田さんは J2 に落ちたコンサドーレ札幌を J1 に昇格させた人でもあります。気分も順位も落ちる日があれば上がる日もあるんです。しっかりじっくりしっかり焦らず騒がず、次回の1位を狙いましょう。では J2 はこちらです。関東南部。関東南部、大会は関東南部。なんだかいろいろなことへのモチベーションが落ちているという関東南部のあなた、モチベーションをつけるために季節外れの餅つきなんてどうでしょうか？キネを振り下ろすためにやっちまったな。振り下ろすためにやっちまったな。難しいことは考えず、男は黙って勢いで勝負ってのもいいかもしれません。では1位はこちらです。沖縄。1位は梅雨前線が離れて梅雨の中休みとなる沖縄。ちょっと雲が多いかもしれないけれど、夕方には雲もなくなりそうです。どこかから流れてきてどこかへ消えていく雲を見ていれば、五月病も自然にどこかへ消えていって、今日は真逆の五月元気な一日を楽しめそうです。沖縄の人もそうでない人もゆっくり空を眺める心忘れないでください。ということで、今日は沖縄、今日はでも沖縄だけ太陽マークが出ています。梅雨前線がね、ちょっと今日は遠のいているんでしょうか。じゃあ天気図を見ていきましょう。天気図チャンネル、実況天気図、コッコッコッと。これは今日の6時ですね。今日の6時は、低気圧ドーン。北海道はまだ高気圧に覆われてますね。では今日の9時。あ、梅雨前線が下に下がっている。ちょっと沖縄から遠のいてるんですね。で、低気圧動かず。そして夜になると、夜になるとどん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 梅雨前線が離れていってる沖縄。だから1位なんですね。はい、2位はちょっと高気圧が、まだちょっと頑張ってる高気圧があるので2位は北海道。あとはまあ低気圧がこう通過しているので、まあ、関東南部は低気圧最も一番近いので最下位ということです。はい、上より下の低気圧の方が気圧が低いんですね。東北の低気圧より関東の南海上の低気圧の方が気圧が低いため、関東地方気圧気分最下位となっているようです。はい、関東の方、今日は気分はどうですか？低気圧近づいてきてますが、低気圧に負けず元気を出していきましょう。今日はなんかよく前向きな気圧気分カウントダウン
皆さんをやっちまったなってことがないように、まあ、やっちまっても前向きでいきましょう。はい、上がる時もあれば上がる時もあるんですってさっき言ってましたので、上がっていきましょう。はい、では続きましては詳しくね天気図を解説して、週間の天気もあの天気図など一緒に見ていきましょう。では予報センターの小池さんに聞いていきます。小池さん、お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、小池さん、今日は低気圧がドーンとあるんですけれども、はい、いつまでこのお天気続くんでしょうか。はい、低気圧の方、先ほど見ていただいて関東南部の方に夜抜けていく形になりますが、はい、その西側に高気圧のマークありましたね。はい、あ、ある。はい、ですので、西からこの高気圧が来ますので、はい、眠気もだんだん取れてくると思います。あ、はい、はい、で、実際に週間の天気のマーク、それから天気図、このあたりでもう一回流れ確認したいと思いますね。はい、お願いします。はい、オールチャンネルの方から、天気図チャンネル、こちらで確認しまして、はい、そうしましたら、短期の先ほどの続きからいきましょうね。はい、12日、明日、朝ですねの段階で、西からこう高気圧がだんだんとこう広がってくるといった状況になります。はい、北日本の方ですとまだこの L マークしっかりと関東の南の方とつながっているような状況になりますので、はい、この方面では天気悪いんですね。で、特に冷たい空気を運んできますので、特に北海道の道東方面、ないし標高の高い部分含めてですね、この時期なんですが雪になるところ出てくるんじゃないかなと。はい、でそれから、南の方に行ってきますとまだ、はい、全体的に低気圧残っていますので、北陸あたりまではちょっとぐずついた天気になるんじゃないかなと思うんですね。で、西だんだん高気圧に近づいてきますと、特に九州方面を中心に晴れ間が戻ってくるといったところになりますね。はい、はい、じゃあ少し先に進めていって、はい、高気圧まだどんどん、はい、どんどん広がってきますね。北海道の方には引き続き冷たい空気、それから天気ぐずつく東日本、この辺りもまだ雲が全般に多いった状況です。はい、うん、週間の方に入ってみます。はい、はい、13日、だんだんと高気圧の勢力がこう強まってきます。はい、ですので、西日本中心に、天気の方回復してきて晴れてくるところが増えてくるといった状況です。どんどん進めていくと、この朝鮮半島から大陸広がっている高気圧ですが、はい、こんな感じで14日はでは各地で太陽が登場するんですか。はい、うん、そうですね、広い範囲で戻ってきます。はい、そして15日すっぽりと日本列島覆われるの形になるんですが、はい、高気圧の中心もしくは前面、この辺りに関しては天気いいんですけども、はい、後ろの方また出てきましたね。今日1回下がった、はい、前線の方、梅雨前線の方ですが、また新たにこれの前線につながるような、こういう前線につながるような形で西から登場してきますので、はい、天気下り坂といった形になります。ですので大きく見ると今の雨が、明後日にかけて、曇りや雨をもたらし、そして1回中心に高気圧が入るんですが、また西からこういった前線がやってくる、前線、高気圧、前線、こんな流れですね。はい、はい、じゃあ実際の天気マーク確認してみます。はい、はい、週間天気マークで見ていただきます。やっぱりパッと目につくのがこの真ん中に占めているオレンジ色の晴れですね。はい、特に名古屋から伊勢、13日木曜日、14日金曜日の列になるんですが、ずっと福岡の方までこう晴れ間が広がっているような状況です。はい、そして15日今度北日本の方に天気良くなるんですが、逆に名古屋伊勢に関しては今度曇りがちな天気が増えてくる。そして16日週末日曜日、この段階でまた雨が広がるという形になりますので、週の真ん中から後半に西日本に晴天、北日本に関しては週末に晴天がやってくるという感じになりそうです。はい、この1週間気温の変化などはどうなるんですか。はい、じゃあ気温もちょっと確認したいと思います。はい、はい、はい、気温確認します。見ていただきますと、例えば、晴れ間の広がる予定のこの13日の段階にあっても、日中はねしっかり20度
こう名古屋で20度とかですね、はい、上がってくるんですが、朝の気温が多分ポイントになりますね。低いですね。はい、15日水曜日の時点で例えば名古屋ですと15度から9度というふうに落ちますね、はい。東京の方ではなんとか11度という形なんですが、朝の段階では随分肌寒いという形になりますね、はい。で日中の気温の方、晴れる段階のところではだいたい22度ぐらいしっかり上がります、はい。北日本の方面では、一回晴れ間が戻ってくるところでもまあ15度程度、一回冷たい空気入ってきますので、上がりも少し鈍いかなといったところですね、はい。冷たい空気に関しては週間のこの手前の火曜日、明日の段階ですね、あ失礼しました、明後日ですねの段階では、注意が必要な空気が特に北海道方面やってきますので、少し高い峠のところでも道でも十分降水層、雪が混じる降る、そういうあたりが注意が必要になってきます。はい、わかりました。またでもこう雨の後は前線が通過するので、はい、空気が入れ替わってまた爽やかな陽気がやってくるんですか。うん、そうですね、綺麗に日本列島こう高気圧覆うような形になりますね、はい。ただその後すぐまた前線がこう、はい、波打ちながら、沖縄の方にやってきますので、はい。週の半ばのところの晴れもうまく、特に西日本から沖縄うまく活用していただきたいなと思います。はい、わかりました。小池さんありがとうございます。はい、はい、今日はすっきりしないお天気ですが、週の半ばはだんだんとね晴れ間が戻ってきます。はい、そしてでもまた週末はお天気下り坂となっていくので、週の半ばの晴れ有効に活用しましょう。はい、そしてやっぱり今日は雨が降ったり止んだりのお天気です。そんな時に役立つのが雨雲アラームライブ、ぜひ今のうちに携帯サイト雨雲アラームライブ皆さん登録して活用してみてください。雨雲が近づいてきたらメールで教えてくれます。前の雨雲アラームよりよりパワーアップして雨雲レーダーの情報に加えて皆さんの10分天気予報の情報も加わって、より細かい雨雲を捉えます。はい、より細かい情報を皆さんにお伝えすることができると思うので、ぜひ皆さんも雨雲アラームライブこの夏、春、夏活用してみてください。はい、そしてですね、ここでまたお知らせです。10時30分からですね、今日はお出かけした気分で空キャンバス使っていきたいと思います。もしお時間ある方は一緒に空キャンバス参加していただければと思います。はい、今日のお出かけした気分のテーマはですね、今日は雨です。雨で生き生きするもの、今日は皆さんと一緒に書いていきたいと思います。まあ、植物だったりお花植物か、あとはカタツムリ、カエル、その他にもこう自分が嬉しければご自身を書いたり、生き生きするものをぜひこう皆さんもなんか雨で生き生きしてるものあったら教えてください。はい、じゃあ空キャンバスをオンしたいと思います。早めにねオープンしておきます。チャットの部分の右下です。こちらここですね、ここをオンにします。こっち、はい、オンしましたので、ぜひ時間のある方は一緒に参加していただけると嬉しいです。雨で生き生きするもの、はい、ぜひBS や携帯でご覧になっている方も時間がねありましたら一緒に参加していただければと思います。はい、雨で生き生きするもの教えてください。10時35分ごろ締め切りにしたいと思いますので、じっくりとお書きになってください。では全国のお天気も見ていきます。それでは全国のお天気です。まずは西日本です。那覇は梅雨の中休み、昼間はちらっと日差しのチャンスもありそうです。福岡は午前中はさっと通り雨が心配です。広島や高知もにわか雨があるので、外出は折りたたみ傘が必須です。
大阪もすっきりしない空。一旦止んでも再び雨が降る可能性があります。次に東日本です。名古屋は止み間もありますが、一日を通して雨が降りやすい天気です。金沢は昼間はさーっと降る雨ですが、夕方以降は強い雨、雷に要注意です。東京は雨が降ったり止んだりで傘が手放せない一日。昼間も気温は上がりません。続いて北日本です。仙台はだんだんと本降りの雨になり、ひんやりした空気に包まれます。秋田は昼間はにわか雨が心配。夜は強い雨が降り雷雨になる可能性があります。お帰りに備えて大きめの傘を準備した方が良さそうです。札幌はゆっくり天気下り坂、遅い時間ほど雨が降り出すので早めの帰宅がおすすめです。おしまいに週間天気、まず大阪から那覇です。大阪から福岡は水曜日以降は天気が回復しますが、日差しがあっても暑さは控えめ、過ごしやすい陽気です。週末は再び天気下り坂に向かいます。那覇は傘の出番が減りますが、空気はじめじめで梅雨らしい空です。週末はムシムシ感がアップしてざっと雨が降りそうです。最後に札幌から名古屋です。札幌は水曜日はざーっと強い雨が降って傘必須。金曜日からは日差しが戻りますが暖かさは控えめです。東京や名古屋は水曜日以降は天気が回復していきます。ただ時々怪しい雲が登場してにわか雨の可能性があります。以上、全国のお天気をお伝えしました。Thank you.
は10時を回りました。引き続きソライブサンシャインお送りしていきます。はい、今日はね、しとしと雨が降っています。そんな今日はですね、10時30分からお出かけした気分でソラキャンバスを使っていきます。今日のテーマはですね、雨で生き生きするものです。なかなかこうイメージが浮かばない方もいらっしゃるかと思うんですが、まあ、雨で楽しそうな様子、少しねリポートもご紹介していきたいと思います。では皆さんから届いたメダルリポートです。まずは神奈川県川崎市のペさん。今日は雨、暑くもなく寒くもなくちょうどいい感じですね。こんな日は雨もいいかも。雨音が心地よいです。遠くから聞こえる小鳥の鳴き声が眠りを誘います。何やってんだ、働かねば。はい、今日はこの雨で心地よさを感じている方もいるようです。はい、まあ、たまには雨もいいかなという気分でしょうか。そして小鳥の鳴き声でちょっと眠りを誘う、雨で楽しんでいる様子。続いていきましょう。新潟県上越市のハローブラウンさん。朝方降った雨は上がりましたが、どんより雲、上のお空は暗いけど足元見たらほらリンリンと、なんだか音が聞こえてきそう。スズランの鈴の音が、今日は明るく行きましょうと。確かに音が聞こえてきそう。スズランの可愛らしい、スズランも生き生きしてますね、雨に濡れて。はい、この雨で少し植物も潤ってキッと輝きそうです。続いてこちらです。熊本県八代市の黒助さん、アジサイリポート。庭のアジサイに変化が見られました。つぼみらしきものが開き出しました。もうちょいですかね。アジサイ、なんか6月の花って感じ。おー、あ、少しずつつぼみがちょっとずつ変化が出てきています。可愛らしい。では続いていきましょう。神奈川県横浜市のアルフレッドさん。涼しい、今日は涼しいです。朝はさ、雨はさーっと降っています。外ではスズメがチュンチュン鳴いてます。雨がっぱ着てたら蒸し暑くなりました。あー、雨がっぱ AGP。外ではね、ツバメがチュンチュン鳴いているようです。可愛らしい。はい、鳥、なんかでも鳥の声が聞こえるとなんだか穏やかな気持ちになりますよね。わかります。なんか朝来るときに鳥の鳴き声がしたら、あー、なんか可愛いって思います。なんか爽やかな気分になりますよね。じゃあ続いていきましょう。神奈川県中井町、にゃにゃさん。しとしと、今日はしとしと雨模様、ザーザー降りになってないだけいいかな。雨の日はちょっと憂鬱になりがちですが、ポジティブに。雨の日限定のお楽しみ、雫撮影、雨音を楽しむ、通勤通学の方は傘の花を楽しむ、なんていかがでしょう。今日も素敵な一日を過ごしください。雫の撮影、雨音を楽しむ、通勤通学の方は傘の花を楽しむ。おー、素晴らしい。にゃにゃさん、傘の花もありますね。植物も生き生きしますが、雨の日に活躍する傘、傘も生き生きしそうです。はい、じゃあもう一ついきましょう。埼玉県北本市のれんりさん。肌寒いっす。降ってます、降ってました、降ってくるだろう、降ってきたら降れ、雨降り五段活用。今日は朝からひとひとパラパラ、なんだか久しぶりの雨のような気がします。日差しがないせいかちょっと肌寒く感じますね。ここ最近暖かい日が続いたので余計寒く感じます。
皆さんも体調を崩さないようにお気をつけくださいまし。何かなと思ったら雨降り五段活用だそうです。懐かしい。降ってます、降ってました、降ってくるだろう、降ってきたら降れ最後命令系懐かしい、面白いですね。こんなリポートもあります。今日はね、外で楽しめない方は休憩時間とか皆さんのウェザーリポートを見てね、楽しむのもいいと思います。こう結構こう皆さんのリポートも見やすくなりましたよね。みんなの空友の仲間のみんなのリポートとすれば皆さんのリポートも見れますし、ぜひぜひちょっとこういう皆さんの雨を楽しんでるようなリポートを見て心を休めるのもいいですね。面白いな。はい、まあ、こんな感じでこう雨を楽しんでいるレンリさんは雫のリポートですね。ぜひぜひ皆さんから今日も空キャンバスお待ちしてます。はい、ではまたまた最新リポート、なんとなみなみ雲が見えています。こちらのリポート見ていきましょう。まずはお出かけした気分で行っていきますので、ぜひぜひ参加お待ちしてます。じゃあ最新リポートもここで見ていきます。愛知県稲沢市の勝木さん、ミドル級なみなみ雲、北側の空に軽く波打った雲が確認できます。この雲の意味するものは、雨は止んで地面が叩き、雨は止んで地面が乾き始めてますが、全天が雲に覆われていて、いつ降ってもおかしくない状態が続いています。雲の厚みを空読みして雨の降り出しに注意したいと思います。はい、なみなみが見えています。ミドル級なみなみ、それ今日の空読みにもありましたね。なみなみ今日の空読みにもありました。はい、今日はでもちょっと今は影なしみたいですが、洗濯物はどうかな。今日はあんまり外に干してる方はいないような気はしますが、どうなるんでしょうか。